強いから出たなみたいな。お、考えやん。あ、チャリチャリ、こいこい絶対チャリや。絶対チャリ。違うと思ったらきっと向いてないけど、変な話を聞いてどう考えても取っちゃうことができるし、今回の省庁は忙しすぎて無理そうだなって思って、あまりギャリじゃないんでって。だから都庁じゃないですか、都庁が区役所しか出てこなかった。3年間の私の思考の範囲で外交準備がさ、3都庁の結びではやってみたら意外とあるかもしれないよ。もし就職活動が自分の中だったら考えたかもしれない。自分たちが言ってんのに自分たちがどうにかなってるのか。それこそなんかさ、電通社みたいな厚労省がめっちゃ働いてますよって話になるじゃん。本当そう、台湾だと台湾だと働いてるやつっていうのが笑い話になってる。あの地域だと電通社みたいなお前らの方が働いてるっていう。
の一緒して競争に溢れた銀行で生き残ってくると思うよね。受験ないけどさ、こういう顔出して登っていけなさそうだけど、どうしてもさ、銀行でそういうところがあるじゃん。いらないよな、あんたの時の世界より厳しいぜ、きっとって言い続けたんだけど、結局あいつ銀行行ってしまったから、いい出向先をワンちゃん見つけてくれれば最悪の幸せなんじゃないかと思って。出向しちゃうの、仮に出向になったらどうするのって、椅子なんて幸せなんだけど、今見てる感じ、ゴリゴリとして強いと思うので、銀行で生きていくのか、ピュアすぎる。幸せな人生。できれば一緒に何年間もみたいな観光を引いてほしい。大阪じゃなくて。昭和の女の美容師だよ。何が？うちの絵で。分かってるなと。やっぱ見ると見ると分かるんだねっていう話をしたもん。分かるかもしれない。男を蹴らないで転がすタイプでしょ。転がさない人いない。